さあこいつに話しかけるとどうやらラストバトルいっちゃいそうだから、とりあえず現時点で分かってるサイドミッションだけ進めて、分かんなくなったら行こうかな。夜になってるな。夜はバギーで外出れないよな。現時点で出てるやつ、バーギーイベント、夜の街、とりあえずよしバーまで行こう。まあ、夜だけ昼だけのやつもあるからな。ストーリー的にはこれで名代が入ってきて、名代倒してもう一悶着ぐらいあるかなって感じかな。多分ここだよな。どうだ、あれここじゃないのか。まあ一回しとく。あれ、バーテンダーさん大人っぽいですか。はい、はい、まずはお酒を楽しみましょう。そうだな、甘い方が飲みやすいですよと。かしこまりました。シャカ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 。まあまあレベル低いから適当でも、しっかりした持ち方じゃなくても余裕。シャカ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 。視聴生の瞬きです。死にそう。視聴生の瞬きです。とろけるようなカクテルだぜ。ああ、おいしい。独特なお店の雰囲気もいいですねと。はい、バーというところの魅力が分かってきました。いつでも来てくださいね。はい、イベントの続き感。おっと、絡まれてる。ああ、見ねえ顔だな。え、ん、常連の俺らにこんな奴ら見たことねえけどな。新人は先輩の常連客に酒を振る舞うのが礼儀ってもんだろうよ。そんな礼儀初めて聞きましたが、マスターは黙ってなって。逆にはしつけが必要だな。はい、辛かせや。しつけが必要なのはお前らの方だろう。なんだこのバイトかってまい。化粧の声呼んだ。このお兄さんのこと知らないなんて、とわか、とんだにわか常連さんもいたものね。ここでは客の迷惑になる。話なら表で聞こう。中途でくれ。二度とカクテル振りで体にしたつい。ほうほう、ブイリスゴロツキ。ほっ、服が、あ、いきなりもう使えるじゃん。おお、そこだ。無常破顔剣。無常破顔剣。どうせごめんなさいでしょ。よし、どこ行った？お、意外だ。ダスト飛行。エースエースエース。連中とは話をつけてきた。この店で無礼を働くことはないだろう。そら全員死んでるからな。もう会うこともなさそうね。こっちの人は分かってる。お、お探しました。ひとときに嫌な思い出を、思いをさせてしまいましたな。むしろかっこよかったっす。すごまれても帰る一つ変えずに立ち向かっていけるあのバーテンダーさんの目つき、強めにしびれました。男の内面から出るかっこよさと言いますか、はい、形から入ったところで急に大人の男になれるわけないんですよね。それなのに僕はバーで酒を飲んだらダンディになるなんて勘違いしちゃって。気にすることはありませんよ。あなたは若いのだから、いろんな経験をしてダンディになればいいのですよ。経験が男を磨いてくれるのですぞ。はい、マスター、はい、そうですね。
勉強になりました。また寄らせてください。ありがとうございました。ありがとうございました。うゆしくて可愛いわね。いろいろ経験させてあげちゃおうかしら。妙なことを教えないでくださいよ。あら、私目当てで来るようになったらこの店にとってもいいんじゃなくて利益にも貢献できると思うのだけど。ふむ、なるほど。ではバッチリ仕込んでやってくださいな。いいのか、それで。初心者大歓迎だぜ。1万ポイントあげちゃう。もう1回ぐらいしたらあれだな、 B になれそうだな。 B になったらまた新しいの来そう。ようこそ。お、アレンが3になる。おっとっと、ちょうどいい、2人もいるじゃないか。どうも。ハンストが初めての人か。とりあえずさあ行こう。かしこまりました。回せ。この3人全員ちゃんとレベルアップができるね。いいね。ぐる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 。よし、ロブバーの店主ね、ちょっと言っとかないと。コーナリングウィングガス欲しい。あ、めっちゃレベル高い。ようこそ。よろしく。化粧の濃い女目当てで来てるのよ。どうも。どうも。アレンもまたレベル1から。最近気になる子ができたって、この人っすか。どうも。シャカシャカレベル2。キリッとした辛口のお酒。かしこまりました。シャカ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 、筋肉痛になってしまう。10秒残したい。北斗、百裂シェイク。百裂シェイク。ヒデブラッディマリー。ヒデブラッディマリー。来たこれ。ヒデブ。ありがとう。いやー、このカクテル名ね、考えるとき社内会議とかしたのかな。大人の味って厳しいんですね。もうちょっと大人になってから来ます。さて、ようこそ。バーさんは終わってるからね。この人ハンさん、カセットテープの一件の後だね。これでレベルが B になれるだろう。フルーツ系のやつお願いしますよ。かしこまりました。回せー。あー、結構溜まるの早いな。大丈夫だな。レベル3だと本気で回さなきゃダメだからな。よし。適当だとちょっとつらめだね。ふう。ユリア、フォーエバーラブです。ユリアのこと好きすぎだろ。ありがとう。よし。うん、うまい。こうやってカクテルを飲むと、いつか娘と酒を飲む日が来たらいいと思いますなと。ごちそうさまでした。今日はこれぐらいだが、多分これで B に達成するから、もう一遍行くか。ランク B、 新しいイベントが起きるかもしれない。お金も結構でもないな。さあ、新イベント頼むぜ。ようこそ。おっと、キサナが来てる。来ちゃいました。来ちゃいました。エデンの投資者として日々激務に追われる。疲れの解消方法を知らず溜め込んでいる。レベル1だな。適当でいいね。こんなところに来るなんて珍しいな。少しお腹が空いたので。
先日ジャグレと一緒にいただいたハンバーガーがとても美味しかったんですよ。ジャンクバーガー、ジャグレバーガーのことか。それではそちらをお願いできますか。かしこまり。おっと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 、キサナ、あなた疲れてるのよ。ふう、おいしい、ごちそうさまでした。生肉を手に入れねば。でかいジャンクバーガーを一人で食べきるだと。キサナ様、この後のお仕事は。この後は特に予定はありません。お酒をいっぱいいかがですか。日頃お忙しくて疲れもためていられることでしょうし、気分転換になればと思いまして。せっかくですから、自慢のバーテンダーが最高の一杯を用意させていただきますよ。ああ。じゃあ軽めのものを一杯。かしこまりました。かしこまり。かしこま。まあ、レベル1だったからね。適当でも楽勝ですね。ガリ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 。ガリガリくん。飛行の雫です。飛行の雫。おいしい。おいしい。うん、お酒なんて久々に飲みました。それは良かったです。ケンシロウさんのでもなかなかのものでしょう。とてもお上手。そうでしょう、お酒は良いものですよ。私はお酒は心の潤滑油だと思っております。疲れが溜まって錆びついてしまい、動かなくなってしまった心をまた元気にしてくれる、そんな存在がお酒なんですよ。人間とは嘘が上手な生き物。自分自身にも知らないうちに嘘をついてしまっているのです。ですがお酒に酔うことで嘘の精度が落ち、本当の自分に向き合えたりもする。まったく酒というものは不思議な不思議ですよ。想像しいですよ。ヒッヒー。ベラ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 と所持の頃想像しくてたまりません。静かに飲ませてください。 すいません。くじろうさん、お酒をもっともっと出して。このくらいにしておいてください。なんですって、サービスの悪い店です。後ろでヒャッハーたちがすげえヒャッハーしてるけど。酒代はジャグルにでもつけておいてください。それではなんとシュランダ。ジャグルも苦労しそうだぜ。外に出しちゃまずいですな。様子を見てこよう。あ、様子を見に行かねば。てかもう絡まれてる。ブクロスだ。だったよお前、酔っ払ってんのか。なかなか、なりのいい姉ちゃんじゃでいいか。イデアル恵んでくれよ。私は誰だと心得ている。エデンの統治者キサナですよ、キサナ。バカ言ってんじゃねえよ。そんな奴がこんなところで酔っ払ったわけねえだろけよ。そうで、こんな荒れた女に統治者が務まるわけねえだろ。イデアルよくせってんだろ、この酔っ払いがいい。だどこら、調子に乗るのもいい加減にしやがれ。ムカつく女ぜ、襲って黙らせて身ぐるみ剥ぎ取っちまおうぜ。ううちょっと待て。なおめえよ、この酔っ払いの女のつるかよ。そんなところ知らんで知らんではなかなか大変だな。迷惑かけたら俺から謝罪しよう。あ、何言ってんだ、もう謝ってすまねえよ。身ぐるみ剥がすこと決めたんだよ。邪魔するってんならあんたから先に剥がさせてもらうぜ。仕方ない。まあ喧嘩ですか。ケンシロウさんの血の気が多いんですね。いけい。 VS ゴロツキ、近い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 。即殴り出せ。体に割れたくねえわ。ひでぶ。ああ生きてた、こっちは。ひぃ、なんて強さだよ。すいませんでした、命だけはお助けを。あ、興味だことは誰にも言うな、いいな。はい。部下の方は破裂しちゃったけどな。た、倒れてる。グーグー。
戻ってきた。申し訳ございません。大丈夫ですよね、ケンシロウさん。実はお酒は好きなんですが、すごく弱くて飲むと記憶をなくしてしまうことが多いんです。何か酔っ払ってご迷惑をおかけしましたか？そのね、どうでしたかの。俺に聞くの。久々にお酒飲んだからすごくすっきりした気分です。最近の疲れやストレスが一気に取れた気がします。あんだけ暴れりゃそりゃすっきりするだろうよ。お酒の力ってすごいんですね。心の潤滑油なのかもしれませんね。いろいろありましたが、今日のお酒で貴様様が明日への活力を少しでもやられたなら思うですよ。いろいろと大変かと思います。エデンのために頑張ってくださいね。今まで以上にエデンのために頑張ります。ケンシロウさんも素敵なお酒と時間をありがとう。いやよかったよかった。次に飲めるのはいつになるかわからないし、もう一杯飲もうかしら。はっ、お断りします。え、お断りします、お断りします。15000経験値。さあ、さすがにここのイベントはもう終わっちゃった感あるかな。ようこそ。あっと、ライラも来た。いや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 、レベル2。オーケー、強いお酒をちょうだい。あら、ケンシロウさん、バーテンダーやるなんてね、黒服だってやってんじゃねえか。今日はしっぽり飲みたい気分。美味しいカクテル期待してるわよ。そうね、強いお酒、気持ちよく酔いたい気分なの。そんなあなたに美化された思い出を。かしこまりました。あれ、回すやつだった。あれ、ちょっと時間だ。よし、大丈夫だ。ステアリングだった。フルのやつだと思ってて、その持ち方にしてたから危ない危ない。うん、お前はもう酔っている。今から酔うんだよ。うん、グル。ああ、おいしい、完璧なカクテルよ。ガンガン飲めちゃいそうね。ええ、もう一杯お願いできる？ようこそ。ねえ。次はもっと軽いものにしてみよう。かしこまりました。軽いものから順番に重くしていくものじゃないのかい？アクション。ああ。飛行の雫です。このしずくを飲んでみなさい。これは軽めだぜ。この流れだともう一回ありそうだな。これも美味しい。お酒じゃないみたいにぐいぐい飲めるわ。そのカクテルは先日キサナ様もお飲みになっていましたね。え、あの子がバーに来るなんてね。酒癖悪くなかった？最悪だ。やっぱりね、お酒飲むと性格変わっちゃうから全然覚えてないし、二人でよく飲みにお飲みになっていたのですか？よく飲んだってほどじゃないんだけど、まあ昔の話よ。一緒に飲んでいたら毎回大変だったんじゃないのか？大変だった気がするんだけど、そんな悪い記憶はないのよね。一緒に酔っ払って楽しく羽目を外して楽しかった思い出だけが残っているの。人間で気づかぬうちに思い出を美化してしまうじゃない。私もそうなのかもしれないわ。辛いこともあったはずなのに、良かったことだけ鮮明に覚えてる。普通逆じゃね？楽しかったことよりも辛かったことばっか覚えてるもんじゃね。もう一杯ちょうだい。最後は振るやつだろ、ね、あれ、回すやつか。最高に強いのをちょうだい。かしこまりました。レベル3だ。あら、よし、レベル3をこのスピードで。ザク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 。無双天守です。無双天守、北斗神拳の奥義っぽいの来た。
美味しいわ、それを感じさせないバランス完璧よ。一人で3杯も飲んだ美味しすぎて飲みすぎちゃった。お酒はいいものですね、心の潤滑油だと思ってます。疲れが溜まって錆びついてしまう。これなんか流れが、これさっき聞いたな。うっせえぞ、うっせえぞじじい。えいい、さっきからベラ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 と工場垂れ上がってよ、静かに飲むりゃ。すいません。おいケンシロウ、酒もっと出せよ酒。これくらいにしておいて。だとこらさ、あれもう見た。酒代はジャクルでもつけてくれよ。じゃあの、またしても知らんだ。びっくりするやい知らんですな、あの状態のライラさんを。また様子を見てこよう。天丼できたぜ。また絡まれてる。クルスてめえ、だってめえ酔っ払ってんのか。なかなかなりのいい姉ちゃんじゃねえか。イデアル恵んでくれよ。私は誰だと思ってもナイトクラブの同士はライロス様だぞ。ライロス様バカ言ってんじゃねえ、そんなやつが。いやね、こんな荒れた女に統治者が務まるわけねえだろうが。だとやんのかこら、ムカつく女だ。襲って黙らせてビルミー剥ぎ取ってしまおうぜ。ちょっと待て、ケツケツケツ。あんだ、あんたはこの前のこの女の知り合いか。そんなところだ。あんたもなかなか大変だな。俺から謝罪しよう。もう謝ってもすまねえよ。あ、お、お、こ、今度は前回みてえにゃいかねえぜ。あ、喧嘩か、いやっちまえ。いけい。このリーダー風の男は死なずに済むんだね。運がいいな。ほら、死なずに済んだ。ナイスカット。勝った。でん。あ、レベルアップ。ひぃ、やっぱなんで強さだ。今回も命だけはお助けを。おい、今日見たことも誰にも言うな。いいな。はい。ライラーは死んでる。グーグー。絶対こいつら一緒に暴れてただけだよ。本当に申し訳ない。ねえ、お酒には強いんだけど飲みすぎると記憶なくしちゃうのよねって。ね、迷惑かけた。全然覚えてなくて。どうでしたかの。俺に振るな。お酒は飲めたからすごくすっきりした気分よ。最近の疲れやストレスが一気に取れた気がする。あんだけ暴れりゃそれはすっきりするだろうよ。お酒の力ってすごいわねって。ケンシロウさんも素敵なお酒の時間をありがとう。ライラさんが喜んでくれてよかったですなと。キサナ様と女の時のことは覚えてないと言っていましたが。うん、覚えていなくて当然だ。何の話？お気になさらずに。次に飲めるのはいつになるかわからないし、もう一杯くらい飲もうかしら。はっはっ、お断りします。なんで？とにかくダメだ。ちょっと美化された思い出。何も覚えてねえだけじゃねえか。さすがに次のイベント行こうと思ったら、これ絡まれてんのかな。そういうわけでもないね。ヒャッハーたちが楽しそうなだけだった。